カルロス2世は、ハプスブルク家最後のスペイン国王。フェリペ4世とマリアナ王妃の息子である。フランス王類14世妃マリア・テレサはイボ姉、神聖ローマ皇帝レオポルト1世の最初の皇后、マルガリータ・テレサは、同母姉にあたる。初出のイボ兄に、オニアテ・ハクフワンホセでアウストリアがいる。カルロス2世の肖像画カルロス2世は、 スペイン王であると共に、ナポリ王国、シチリア王国などの南イタリアのほぼ全土の王であった。スペインの海外領土であるフィリピンやメキシコにも勢力を及ぼした。スペインハプスブルク家最後の男子であり、彼の出生をスペイン国民は喜んだ。しかし、出生時から病弱な人物であり、当時その理由は呪いをかけられたためと一般に考えられており、 カルロス2世自身もそう思っていた。現在では、彼が病弱だった理由はおそらく、ハプスブルク家の何重にも繰り返した、近親婚によるものであろうと考えられている。先端巨大症を患っており、科学前突症が著しかった。咀嚼に影響があり、常によだれを垂れ流していた。その他、転換や知的障害なども併発しており、 片足を引きずって歩いていた。さらに老人性だったらしく、35歳の頃には、剥げ上がっていたという。戦術の通り、幼少期は衣服を身につけた動物のようだったらしく、まともな教育を受けることも困難であったという。カルロス2世の肖像が当時のスペイン経済は、停滞しており、土地も痩せていたために、基金も頻発していた。地方領主の力も、 非常に弱くなっていた。カルロス2世の不適当なスペイン支配は、しばしば諸外国に影響した。カルロス2世の母マリアナが長い間摂政を行ったが、母が追放されると、イヴァニの親ニャテ白フアンホセでアウストリアが実権を握った。フアンが1679年に死ぬと母が宮廷に戻り、再び摂政となった。 ガスパール・デグスマンの権力が大きくなると、スペインの国力は次第に衰弱していった。1668年に、ポルトガルが北アフリカの飛び地をスペインに割上したが、それはかつて60年以上ハプスブルク家の支配が続いたポルトガルにとっては小さな出来事であった。一方、フランス王ルイ14世が領土拡大を目論みを起こしたネーデルラント。 継承戦争、オランダ侵略戦争、大同盟戦争でスペインはフランスと戦ったが、アーヘンの和訳内名編の和訳レースウェイク条約で南ネーデルラントの領地を失っていった。スペインイタン新聞では1680年に160人が宗教裁判所で裁かれ、21人が家計されている。 カルロス2世の数少ない政治活動として、スペインの宗教裁判所を調べ、調査のために純太マグナを作ったとされている。しかし、フェリペ5世が、大いに就いた際に記録を差し出すよう要求したにも、かかわらず、記録はなぜか見つからなかった。1679年に、オルレアンコフィリップ1世の娘、マリアルイサと結婚したが、 巨弱なカルロス2世は、性的にも不能だったと推測され、子供を持つことができなかった。マリアルイサは1689年に27歳で、死去、カルロス2世は、後沿いとして、プファルツ先帝公、フィリップ・ビルヘルムの娘マリアーナをめとったが、この結婚も成功ではなかった。やがて、カルロス二世の精神障害の症状は悪化し、繊細の意外を掘り起こして、 手元に置くなどの気稿が始まる。こうした気稿を自殺願望の現れと見る歴史家もいる。後継者を迎える必要から、1698年に、また老いにあたるバイエルン公使ヨーゼフ・フェルディナントをアストリアス公に助釈したが、翌1699年に溶接した。他の継承者候補には、ヨーゼフ・フェルディナントと、同じく、また老いにあたるアンジュー講・フィリップと、 母方の重帝にあたるカール大公がいた。1700年、カルロス2世は、スペイン王位の安住公フィリップへの上位を表明して、崩御。スペインハプスブルク家は断絶した。1701年2月に、ルイ14世は、パリ高等法院に、スペイン王位継承権執行を命令する。以後、スペインブルボン家は、 現代のフェリッペ6世まで続く、スペイン王家となった。しかし、この王位継承をめぐって、スペイン継承戦争が勃発する。この戦争は1714年に終結するが、スペイン領であった南ネイデルラントをめぐっては、ルイ14世の創尊ルイ15世の時代まで、紛糾が続くことになる。上記の通り、父と母は、おじと姪の関係である。 系譜の中に、複数の宿鉄婚が含まれている。新生ローマ皇帝マクシミリアン2世と、フェリペ2世の妹、マリアの子であり、おじと姪の結婚である。カール2世ヒマリアアンナは、バイエルン公アルブレヒト5世と、カール2世の姉、アンナの間の娘であり、おじと姪の結婚である。フェルディナント2世ヒマリア,アンナは、アルブレヒト5世の息子ビルヘルム5世の娘。 共に、オーストリア対抗カール2世の子で、兄弟。共に、フェリペ3世の子で、兄弟。二人の姉に、フランス王ルイ13世ヒアンヌドートリッシュがいる。ありがとうございます。